たりのチョコレート心を込めて作ります。つけっちゃおつけっちゃお。はい、じゃあやりましょう。どれだけ違うポーズやってるの。柿の種を使ってバレンタインデーのチョコレートを作ってみたいと思います。作って食べてチャレンジ。はい、チャレンジ。皆さんよく知ってると思うんですけれども、この柿の種のチョコレートすごく美味しいんで、これはもう間違いないと思いまして、この2つがチャレンジで、ね、梅しそをチョコレートでコーティングしたいと思います。同じようにわさびもちょっとチャレンジねしてみようね。はい、じゃあ早速やりますよ。作っちゃおう作っちゃおう。柿の種、柿ピー、これを 20g。こういるね。ああ。ああ、オッケー、オッケー。すごい。はい、20。あ、一つ一つ。はい、入れました。じゃあ続いてチョコレート 55g。ちょっと茶色いチョコレートを入れます。マシュマロ 20g。はい、入れましょう。早くチョコが食べたいよ。こんなじゃもらって。よいしょ。美味しい。美味しい？バター 40g。バター40も？そんないる？バターの味しかしなくなるかも。ねえ、で、あ、ごめん。あのね、あと 60g 入れなきゃいけないから、パパ入れるよ。いい？うわー、結構一袋いったね。材料を今、耐熱容器に入れました。水飲みたい。うん。電子レンジ 500W で1分30秒温めます。よし。えい。はい。今チンしてます。バターこんないるっけ。あ、出来上がったんで混ぜます。あ、これ違う。これは小さい。はい、こんな感じになりました。バターこんないる。待って、いらないと思うんだけど、まあ、いや、いいや、やってみよう。まあ、とりあえずこれで温めてみます。容器に入れて冷やします。冷蔵庫で冷やします。固まりそうだな。で、レッパシー。次は梅しそでチョコレートを合うかもね。ストロベリーのチャレンジその2ですね。わさびのレシピ通りのやつですね。クッキー、レシピは、うん、動画の説明欄の方に下に貼ってあるよ。なので、そちらをご参照ください。はい、はい、約1時間冷蔵庫で冷やします。明日の朝食べましょう。はい、ちょっと早起きして食べましょうね。おやすみなさい。はい、お利口です。冷蔵庫に入れて冷えたので、今から取り出して試食、うん、食べてみたいと思います。バスバス。まずは普通の柿ピーから。カチカチ、うん、じゃん。わー、あー、綺麗。ツヤツヤになりました。これがあと2つあるなんて楽しみだね。はい、じゃあちょっと切っていきましょう。切り口はこんな感じになりました。どう？おいしい。美味しいね。これ味と思ったもん。そうね。あ、うまいじゃん、うまいじゃん。マミー。梅しそと、ストロベリーチョコレート。いい感じで。うん、あ、意外と美味しい。そう？意外と合う。本当？うん？梅しそがあんまりしない。うん。これ梅しその味が消えてますね。成功ということで。ホワイトチョコレートとわさびの柿ピーです。怖い。ちょっと持っとって。はい。なんかシチューのルーみたい。おいしい？どう？わさびいける？わさびの味がしない。ほんとだ。ホワイトチョコレートの味がするね。まあでもおいしいっていうことでね。あんま、うん、もうちょっとね、こう変化があると思ったんだけど、甘い。どれも一緒のような感じだね。なんかちょっと期待外れだね。これはちょっとアレンジのレシピなんで、本元のクッキーとビスケットで作るやつも作ってるんで、ちょっとそれも食べてみましょう。いつの間に？いつの間に？これがレシピ通りのバレンタインのね、簡単に作れるクッキーチョコレートです。柿ピーの時はただバターはそんなに入れなくて大丈夫じゃないのかな。うん、やっぱうまそうだね。これは間違いないでしょ。美味しい。うん、やっぱり美味しい。うまいね。やっぱり美味しい。あ、そうだよ、これパパのバレンタインだよ、これ。あ、ありがとう。今日は
とビスケットとクッキーでチョコレートクッキーを作ってみました。アレンジでカキピーの、チョコレートクッキーも作ってみました。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバイ。ありがとう。ありがとう。わあ、ブラ。